第32話、三方ヶ原の戦い。本日の英文はこちら。Section32: Nobunaga's men under the three leaders came into Hamamatsu in response to Ieyasu's request for help. Everyone was against making an attack, as were Nobunaga's generals, who brought advice from him to stand on the defensive. However, Iyeyasu would not listen to them. To let an enemy come marching up to your castle without shooting an arrow at him is not manly behaviour, said Iyeyasu, as he gave orders to his generals to lead out their men. このアンダーからいきます。アンダーのところを後ろから前にかけてください。三、えー、人の武将の下の信長軍。まあ、ちょっと訳しまして、三人の武将に率いられた信長軍がです。はい、浜松に入場した、ケミントゥどこどこ、どこどこに入った、in response to ほにゃほにゃで、ほにゃほにゃに答えて、家康の request for help ね、援助要請に答えて、浜松城に入場したってわけですね。まあ、この三人の武将は後で言いますけども、佐久間信盛なんかをね、初めてする武将たちです。 えさて、誰もがアゲンスト、反対していた。何に ?making an attack 攻撃を仕掛けることに。で、次のアズが本日のポイントなんですけどもね、アズは一応何とかのようにと訳しておきましょう。信長の武将たちのように。ってことは、信長の武将たちも同様にってことですね。えさらに言うなら、信長の武将たちもその攻撃を仕掛けることに反対だったということですから、えこのジェネラルの後ろには C というと、against it の省略ですけどね。it はあ攻撃を仕掛けること、すなわち making an attack の部分を指します。 えで、えさ、ー、らにですね、その、ジェネラルスはい、これを先行しに不意化です。え役、ー、所を下ろしましょう。まず、bring advice from 誰々で、誰々からの助言を伝えるっていうんですね。ヒムは信長。信長からのね、助言を伝えました。じゃあ、どういう助言かっていうと、不定詞の中。stand on the defensive 守りに徹する。で、この不定詞が後ろからアドバイスを就職しますね、ちょっと離れますから遠方就職です。守りに徹するようにという信長からの、はい、助言を伝えたのであったと。 えー、ところが、however, エ、yes、スは、would not, to この would not to はね、えー、過去の拒絶と言いまして、どうしても何とかしようとしなかったという意味です。えー、どうしても listen to them 彼らの言うことを聞き入れようとはしませんでしたという意味ですね。えー、とこの them は一応複数ですから、直接はこの generals を指しますけどね、武将たちの言うことを聞く。英語では listen to 誰々、ね、というだけで、誰々の話を聞くとか、誰々の言うことを聞くという意味になりますね。 さあ、次はセリフですけれども、コーテーションマークの中、まず、トゥー不定詞が全体の主語です。それで、この、イズがね、全体の動詞。不定詞の主語はちょっと長いですよね。そこに、レッド、目的語、原型という構文があります。何とかさせてあげる。レッドの場合には、相手がやりたいからやらせてあげるって意味ですね。an enemy, 敵が、カム・マーチング、進軍する。どこまでアップトゥーで、day, 全知詞の熟語。どこどこまでという意味です。いわキャストーね、自分の城まで。 え、進軍することをね、させてあげるということ。まだありますね。without shooting.without なんとか、なんとかすることなしに。 A shoot A at B で B めがけて A を撃つって意味ですね。ヒムは敵です。だ敵めがけて矢を追いかけることもなく、まあ、日本語で言うとこの一矢報いることもなく、居城まで敵の軍隊を進軍させてやるなんていうことはです。そこまでが主語で I'm not manly.Manly ね、男らしいという形容詞。男らしい behavior、態度とは言えぬ。と家康はきっぱり言ったんでしょうね。 え最後の行の、As は、あ何とかしたときという接続詞です。ひは家康。家康が、えー、give orders to 誰々で誰々に命令を下す。はい、ジェナロルス、家臣たちに命令を下したとき、えー。どういう命令かと言いますと、lead、え、out、ー、で誰々を引っ張り出す。man はこの場合、兵隊ですか。兵を、ね、出すようにとの命令を家臣たちに下したときだけですね。本日の英語公文のポイント。As または段以下の統治。 え、このアズとかですね、あるいは比較器の段の後ろが統治することがあるんですよね。えー、どういうことかと言いますとですね、まず、この私はメアリーなんかよりもよほど彼のことが好きなんだっていうのをですね、英語で言いたいときに、えー、A のように言います。I like him much better than メアリー。 えー、もちろんこれでも正しいんですけども、でもね、この文章、厳密に言うと2つの解釈が成り立ってしまうんですよね。えー、比較の公文の場合、何と何を比較してるかということが大事なんですよね。えー、そうするとこの文章の場合、えー、そこをちょうど赤色にしました通り、アイとメアリーを比較してるとも取れますけども、えー、2行目のようにヒムとメアリーね、これを比較してるとも取れるんですよね。文法用語で言いますと、上は主語と主語同士のね、比較、下は目的語同士の比較ってことになるんですよね。 えー、すなわち、上の文章ですと、メアリー likes him の省略と取れるんですよね。つまり、メアリーも彼が好き、私も彼が好き、二人でもって彼っていう一人のね、えー、男を狙ってるわけですよね。えー、そこで、メアリーなんかよりも私の方がよっぽどね、彼のこと惚れてるんだからっていう感じですか、えー、でも、下の文章で取りますと、こっちは逆にザンとメアリーの間に、アイライクの主役になるんですよね。 私という一人の人間がメアリーと彼と天秤にかけてるわけね。メアリーの好きな度合いと比べたら、まあ、彼の好きな度合いの方が上かなというような感じなんですよね。 まあ、とはい,いながらね、普通の比較の公文っていうのは、まあ、大体主語と主語の比較ですから、まあ、普通は1行目のように解釈するんですけどね。でもやっぱり時々2行目のようなこともあるから、それだと紛らわしいと。じゃあどうすればいいのかっていうとですね、はい、B の例文のように、ここにダズを入れればいいんですよね。d a を入れるということは、はっきりこの場合はあメアリーは主語だってことを示したことになりますでしょ。そうするとね、あこれは仕事と主語の比較なんだなっていうことが一発でわかるんです。 ところが次の問題はですね、このダズっていうのは前の文章の l i ク h i m を受ける、マスケンでいう大動詞ってやつなんですよね。えー、そうなるとね、これは前を受けてますから、いわゆる旧情報と分類されます。旧情報はなるべく分末にしたくないんですよ。えー、だからダズで終わりたくない。そこでダズの方を先持ってきてメアリーを後ろにする。そういう理由からここがね、えー、ザンの後ろが統治するっていうことが起きるわけですね。 えー、しかもこの場合はメアリーの方が新情報ですよね。えー、これをちょっとクローズアップしていたわけですね。すなわち私の方があのクソメアリーなんかよりもよっぽど彼に惚れてるんだからっていうことを言ってるわけですからね。えー、本文で言うとこの第2センテンスのここのとこでしたけども、まあ、このアズは接続詞のアズなんですけどもね、まあ、でもアズが別にあの比較の公文のアズだろうが接続詞であろうがですよ、えー、アズの後ろはあ統治することがあります。す、えー、なわちワーがもちろん同して後ろのジェネラルズが実は主語なんですよね。 えー、もちろん役はようにでいいですよ信長の武将たちもそうであったように誰もが攻撃を仕掛けることには反対であったってわけですねで改めてその信長の武将たち曰く、えー、信長からの守りに徹するようにという、ね、助言を家康、えー、にもちろん伝えたっていいでしょうね <music>、えー、1572年元気3年ですが信長にとっては試練の年です、えー、足利義明およびね本願寺賢尿の要請に応えて、えー、武田信玄がついに甲府を出発して上洛を果たそうとしますよね で、前回のあの、秋山信友による山村城の攻撃も同時に行われますが、別動隊がそっち行ったら、本隊はですね、この二股城、これはまあ当時は家康側だったんですけどね、この城を包囲します。で、例によってあの、第一信長包囲網を,、ね、を形成してましたから、在朝倉もね、出張ってたんですけども、なんと朝倉義陰がですね、突如越前に帰国してしまうんですよね。理由は まあおそらくこれまた12月ですから、はい、雪が降るのが怖いってわけでしょうね。えー、あとはね、これ以前にあの、朝倉のお家臣だった前場義嗣なんかがですね、えー、信長方に寝返っていたっていうのも原因だったと思うんですけどね。さあ、これを聞いた信玄は劣化のごとく起こりますよ。今が信長を倒す絶好のチャンスなのに、このチャンスを逃して帰国するとは何事だっていうんですよね。 まあ確かに結果論になりますけどね、えー、確かにこの時の撤退は失敗ですよ。えー、結局これが元で、えー、後に朝、ね、倉滅ぼされてしまいますからね。えー、だからやっぱり、えー、物事には時期ってものがあるんでしょうね。時期をしたらね、身を滅ぼしてしまうという教訓かもしれません。 さて、二股城、なかなか落ちなかったんですよね。で、ようやく1ヶ月かけて、はい、えー、やっと落城させますね。で、ここでわかることは、信玄のね、なんかも結構遅いんですよね、まあ。もちろん信玄っていう人は慎重な人ですからね。えー、まあ、じっくりとね、えー、城を落とすまで、えー、時間をかける人。でももうその時間はすでになかったんですよね。信玄の寿命というね、そこまで考えていたのかどうかという。まあ、とは言いながら、はい、二股城が落ちました。さあ、そしと次に向かうのは、はい、この浜松城ということになります。 改めまして、信玄の軍がこうやって南下を果たしまして、これでなんとね、えー、三方からですね、この二股城をこう囲むと。で、ようやくこれが落城します。えー、次にこっちのね、浜松城の方へと向かう。で、浜松城を囲むのかなと思いながら、なんと浜松城の場合は素通りするんですよね。もちろんここに徳川家康がいるわけです。さあ、徳川家康の心境は、えー、自分の前を素通りされる、自分はまるでいないかのごとく扱われている、 もうこんなのプライドが許しませんってわけで家臣が飛べるのに相間かかわらずあいついにね出撃してしまいます。えー、でも一応称賛はあったんでしょうね。えー、この三方ヶ原にですね、宝田っていう坂がございまして、えー、そこをね、えー、後ろからつけばですね、えー、武田軍に一撃を与えられるというふうに考えたんでしょう。えー、でも、えー、老下な信玄はそんなことはもうでに知っておりました。なんとね、えー、先取りして待ってたんですよね。 え倉山充先生の大間違いの織田信長の中からの引用を借りれば奇襲するつもりが逆にロックオンされてたっていうんですよね。 えー、信長からはですね浜松城に籠城しろっていう命令が来ておりましたあるいは岡崎城に移れっていうね、えー、メールもあったらしいですけれどもね、えー、武田軍は2万5000とされています、えー、対する家康はですね8000人信長の援軍を合わせてもね全部で1万1000人しかいない数では絶対不利なんですよね、えー、なのに騎死をしたあしかもですねこともあるに角欲の陣でもって臨んだというね一般に角欲の陣っていうのはですね大、えー、軍が小さい軍をね囲むきに、えー、有利なんですけどもでも今家康軍の方が小さい わけですからね逆に魚林の陣にね武田が構えたっていうんですよねこっちはもうね逆に将軍が大軍をねやっつける時に有利なんですけどだからこれ完全に逆の陣形になってるんですよね格翼っていうのはちょうど鶴が翼を広げたように横長になってしまいますからねだからこのだだっぴ力横長になったところをですねこの山田信繁をはじめとする軍がですねガンガンついてくるわけですよでもね勝ち目がなく家康は九死に一生を得るというねその時に主君家康様を助けるためにこの家臣の夏目義 のぶっていう人がですねイヤスの身代わりになって戦死したなんていう武勇伝もありますよねあまりの恐怖になんと帰りがけにね、えー、脱粉してしまったというね、えー、もっぱらの噂ですよね、えー、ところがイヤはねこれを生涯の教訓にしようと思って、えー、で浜松城に着いたらすぐに絵師を呼んでこの自分の惨めな姿を描かせたというねそしてそのお姿を生涯座右において、えー、まあいつでも忌まめにしていたっていうんですね から、後に武田が滅んだ後もですね、武田の家臣を結構いっぱい家康は取り立てます。えー、しかも、後の家康の軍略とか政治はどっちかというと信長よりも信玄に近いっていうことを指摘されますよね。まあ、ある意味ね、えー、家康は信玄を尊敬していたのではないかと思われます。えー、この際に信長が援軍として送ってきた先ほどの三人っていうのが、一、はい、人がまず佐久間信盛から平手博秀、えー。この人は以前信長のね、森、えー、役だった平手正秀あのお孫さんですけどね。 えー、それから水野信元です。えー、でこの平手はね、えー、戦死してしまいますけども、えー、後の二人はね命からがら逃げ帰ってきたって言うんですよね、えー。それをだいぶ経った後に信長からですねじわ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 あん時お前は逃げ帰りやがったなーなんてね説教されるんですけどね。対話ドラマ寸劇コーナー。えー、今回は対話ドラマ信長金吾不二パン軍の中から、えー、この時の徳川家康役はなんと郷ひろみ師匠なんですよね。 それを揺めている家臣が堺井正親役大和田信也さんです黙れ我が城の名前を知らぬ顔で通っていくのじゃゴ黙って見ておれと申すのかゴどうかどうかお静まりくださいませ敵は大軍我らを誘い出しておるのでございます出ていけば必ず負けますその方には武士の面目くないのかジャパン 仮にも我が城の庭先をゆるゆると文章をくしてゆくのじゃ。この浜松城には誰一人いないからごとくじゃ。ああ、このままでは胸が張り裂けそうな。<laughs> この城さえ目に入らぬという歩きぶりじゃ。我が心は億千万の胸騒ぎ。 ってわけで、放っておけるか武田の合板、後から思い知らせましょうぞ日くれたら、闇の中を後ろから迫り、次々と夜討ちかけまする。行かないで味方がはら武田信玄、いつもミステリー。井、なぜお主が歌っている許せることと、許せぬことはある。 明けた信玄、under the sunshine, 僕を酔わすよ。ってわけで、鳥、ついてまい !go, go, 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 go!go to 味方が原突撃あじ、あじ、あち、ち、あち、やられてるんなのかとの、大事ござりませぬか武田軍、強いな 僕にはどうにもってあげそう。医師を呼べ、この身に効く姿、後世にまで残しておきたい。命はやはり大切にせねばならないの。一度の人生、大事な時間。<noise> これからこの絵を常に座右に置いて、我が戒めとする。 Please come back to me, もう二度と。あんな戦は、犯さない。途中から趣旨わっとるやんけ。